身長。身長は、人間、人が直立した時の床または地面から登場までの高さ。身の丈、上背、背丈、田、端、タッパとも言う。人の身体的な大きさを示す指標の一つとして用いられている。一般に足裏をベタに床につけ、背筋を伸ばした状態での足裏から頭部の一番高い位置までの長さである。 人類学では、身長 160cm から 169cm までを中身長とし、150cm から 159cm は低身長、150cm 未満は超低身長といい、170cm から 179cm は高身長、180cm 以上は超高身長とする。さらに、 人類全体の平均身長は男性で165センチメートル、女性はそれよりおよそ7%低いとされているが、地域差が非常に大きい。また、後に述べるように先進国を主として近現代には大幅な身長の増加があったのをはじめ、同じ国や地域でも時代によってもかなりの変異が見られる。なお、身長は1日を通して一定ではなく、 平均身長の男性で約2センチメートル程度の変化がある。これは朝起きた時には水管板が十分に水分を含んでいるが夜寝る前には自重などにより圧迫されかなり水分を放出するためと言われている。しかしこれらは個人の変異または一時的なもので人種あるいは地域集団に見られる身長の差や時代による変化とは関係がない。 人の身体的な大きさは身長で表すのが一般的であるが、ひるがえって動物全般の大きさをどのように測っているか比較すると、身長といった測り方はむしろ例外的で、人間以外の動物は多くは全長として口の先端部から尾の先端部の長さを用いたり、体調として頭と胴の長さ、尾は含まないを用いたりすることが一般的である。 哺乳類や恐竜の大半は足が長く体調に比して体の高さが大きいので体高を用いることがある。これは四本足で直立した時の肩の高さの値で首を上に上げた高さではないキリンの類を除く。個人の身長は主に成長ホルモンとそれを刺激する女性ホルモンの分泌によって左右される。女性ホルモンは成長ホルモンの分泌を刺激し、 身長の伸びを促すとともに、骨端線の閉鎖を促し、骨端線が閉鎖され成長ホルモンを止めてしまう。女性は男性より女性ホルモンの分泌が多いため、思春期開始が男性より早く、身長の伸びのピークも男性より早いが、骨端線も男性より早く閉鎖してしまうため、最終的に女性ホルモンの分泌が少なく骨端線の閉鎖が、 遅くなる男性より低身長となる。思春期における身長の伸びのピークは男女とも陰謀が発生する頃となっており、男性はこの時点で、すでに思春期に入っていることに気づきやすく、女性は思春期開始から生じる、ちぶさの成長開始で思春が始まったことに気づきやすい。男性は、変性、女性は初経を迎える頃には、身長の伸びのピークが過ぎており、今後あまり伸びなくなる。 女性ホルモンが全く作用しない男性では骨端線が閉鎖しないため高身長となる。先天的に脳下垂体に異常がある場合、成長ホルモンが多くまたは長期間排出されると巨人症となり、逆に少ないまたは短期間排出の場合には小人症となる。思春期開始時期の平均身長は男性は約 145cm、女性は 1> 約1 3 4 1トルで、思春期の身長の伸びのピークは、男性は平均約13歳、女性は平均約10.88歳、10歳10ヶ月マイナス10歳11ヶ月でピーク時の女性の平均身長は、約1 4 2 4トルである。生活水準が向上し栄養、特に肉を中心とする動物性タンパク質に恵まれると、 身長が高くなると言われる場合が多いが、身長の代償と栄養の間には、必ずしも強い相関はないことに注意する必要がある。確かに近現代になって、先進諸国では身長が大きくなったが、世界的には身長の工程と生活水準、文明の工程は一致しないことが多い。例えば、世界の高い身長の集団はアフリカのサラ族。 平均身長181.7センチメートル以下同じ、スマトラ島中央部のマレー人南米南部のパタゴン、スウェーデン人など、文化にも地域にも共通点もまとまりもない。一般に、コーカソイドは高身長の傾向があり、特に北欧に分布する、北方人種は高い。モンゴロイドは中身長が多く、ネグロイドはナイルガー上流付近で、 平均1 8 0トル以上の超高身長、サラ族リンカ族等のものから、ネグリロ、ピグミーのように1 5 0トルを切るような、超低身長も幅広い変異を示す。こうした際は、生まれた時からあり、フランス人の新生児の身長の平均は5 0トルなのに対し、インドシナ人の場合は4 6トルしかない。人種あるいは地域による、 このような差がなぜ生じたのかは不明。日本では肉食の普及に伴って身長が伸びたとされる。東京帝国大学、現在の東京大学男子学生を対象とした調査によると、1910年代から1940年代の30年間に3.1センチメートルの身長増加が認められ。 同じく女子学生では1910年代から1950年代の40年間に3 4トルの増加があり、戦前から男女共にほぼ10年間に1 0トルという急速な身長の伸びが見られたことがわかる。歴史を遡ると、成人男子の場合、縄文時代には1 5 6トルから1 6 0トルであったが、 古墳時代には165センチメートルほどになり、以降は鎌倉時代、室町時代と減るに従って次第に低くなり、江戸時代には157センチメートルと歴史時代では最も低くなり、以後増加に転じて明治以降は急速に高くなった。なお、100年間20センチメートルほどという急激な平均身長の伸びは日本だけでなく、 ヨーロッパでも確認されている。1870年代初頭から1980年までのヨーロッパ15カ国の男性の平均身長を調査したところ、1870年の平均が1 6 7 7トルだったのが1980年には1 7 7 8トルになっている。国によって若干の差異はあり、スペインは 約 163cm から約 175cm、スウェーデンは約 170cm から約 180cm に伸びている。先進諸国での高身長化も含め、身長がどのような理由でどのように決まるかについては古今に様々な説がある。栄養以外にも、照明の発達による昼間時間の延長がホルモン分泌に影響を与えたケであろうとする。 意見もあるが、現在でも決定的と言えるものはない。多くの要素が、中にはまだ知られていない原因も含めて複雑に影響し合っている可能性が考えられる。従って、巨人症や小人症のような明らかな異常の場合を除き、人為的に身長を制御すること、背を高くしたうんぬんは、困難な上、安易に行うのは、肉体的もしくは精神的に大きな危険を伴う。 恐れがある。以下に述べる説も、多くはあくまで仮説の段階で、中には厳密に証明されていないものもある。2007年、平成20年のある発表では、国別平均身長はオランダが1位。アメリカ合衆国が5位に転落したことに関して、ジャンクフェード過剰摂取による一定の微量栄養素不足が原因とも指摘されが、不明。 身長は主に脳下垂体から分泌される成長ホルモンとその影響によって左右されることが明らかである。成長ホルモンは睡眠時に多く分泌されるため睡眠は重要であるが睡眠時間帯による成長ホルモンの分泌量の影響はない。思春期の身長の伸びはあまり個人差がないとされる。そのため身長を伸ばすには思春期前の期間が長く、 かつ、思春期前までにどれだけ伸ばせるかが重要で、これが大人になってからの身長を左右しやすい。気候の影響が言われる場合もある。ベルクマンの法則によると、同種の高温動物では寒冷地に住む種が、熱帯地に住む種に比べて大柄になるとされる。これは、体が大きくなると、表面積が増えて、放熱量が増えるものの、体積の増加によってそれ以上に、熱生産量が増加し、 寒冷地での生存に有利になるためとされる。人類も北欧人の方が南欧人より高い身長である。妊娠中に牛乳を多く飲むと子供の身長が高くなるという研究結果がある。身長が伸びる際、骨格系があらゆる方向に伸び、眼熟長、角膜と網膜までの距離も伸びて禁止につながる場合があるという仮説がある。また、 マルハン症候群という症候群がある。高身長には限らないが、遺伝的な予想身長よりも背が高くなった場合に、起こり得るものだという。通常、身長の測定には、身長計が用いられる。身長計の前に背を向けて立ち、スケールを頭頂部にまで下げたところで目盛りを読む。最近は、デジタルスケールのものもある。身長は業外で測定されることもあり。 頭頂部とかか時部に三角定規などを当てマークしておきメジャーなどで測定する。なお、起立不可能な患者や脊椎前腕患者などの身長の測定の場合には、失格法による推定身長による算定も用いられる、身長の推定も参照。第二次世界大戦後の日本ではメートル法によりセンチメートル表記を主に使用するが、それ以前は、 尺刊法により差し、寸を用いて表記していた。特に、成人男性の身長は五尺台、約150から180センチメートルであることが多いので、五尺を省略して寸だけで身長を表すことが広く行われていた。イギリスの統計学者カールイコールピアソンは、四肢の長肝骨の長さからその個人の身長を推定する公式を発表し、自己死、 犯罪被害者の白骨遺体はもちろん、化石人骨の身長を知るために広く用いられている。下にはその一例を示す。足根長、足根幅から、およその身長を推定することができることがある。一般に、日本人の青年男性の身長は、また、日本人青年女性の身長は、の計算で算出できるとされている。あるいは、個人の身長は、 両親の身長から大まかに推測計算することが可能である。予測身長と呼ばれ、下記の計算法がある。男子女子、他にもいくつか細部が異なる計算方法もある。おおむね、この数値の誤差9センチメートル以内で収まるのが一般的だが、成長期に身長が伸びやすい環境で生育した個体や、その逆の個体ではその限りではない。日本人の身長は、 他の運動、身体データとともに、文部科学省のスポーツ、青少年局三時間障害スポーツ科が、年齢別体格測定として、調査結果を公表している。生活空間においては、ドアの高さやベッドの長さなど、身長を意識して設計されているものが多く、人間工学では、身長は重要な要素の一つである。学童の体位向上、身長増加により、 学校で使用する机や椅子が合わなくなり、規格の変更がなされる例もある。自動車やオートバイ、飛行機などの乗り物においては、設計時に想定された操縦者の身長から大きく、外れている体格の場合、乗降や操縦に重大な支障をきたす場合がある。座席や操縦に使用するインターフェースの取り替えなどによってある程度の身長差はカバーできるが、それでも、 なおか不足を生じるほど操縦席と操縦者の身長のミスマッチが大きい場合、低身長や高身長が直接の障害となって、その乗り物への登場を断念しなければならない事態が生じ得る。マッサージチェアの対応する身長を 140cm から 185cm とするメーカーが多く、範囲から外れる場合は、 座布団を敷いたり体をずらすなどの工夫が必要となる。施設、設備によっては安全上の理由から利用に身長制限を設けることがある。プールでは多くの場合に最低身長が定められている。遊具などでは合わせて最高身長も制限することがある。職種によっては身長によって制限が設けられている職業がある。消防士は 消防服のサイズが決まっているため多くの自治体で男子 160cm 以上、女子 155cm 以上としている。警察官は犯人の制圧などを遂行するため体格基準が規定されており、各都道府県警によって異なるが、概ね男子 160cm 以上、女子 150cm 以上を基準としていた。 近年では主眼者数の減少やサイバー犯罪に対処するサイバー捜査官など体力を重視しない職種も増えているため健康であれば身長体重を不問とする動きが広がっている。力士の診弟子検査は身長 173cm が必要となり、これに満たない場合は第二診弟子検査を受ける必要がある。英国内情報機関の情報局保安部。 MI5 は二千四年、平成十七年、男性は身長百八十センチメートル女性は百七十三センチメートルを上回らないことが望ましいとの職員採用の新基準を設けた。諜報活動においては極端な長身は目立つためふさわしくないものとみられる。航空機は対空照明などの保安基準があるため操縦席の交換が難しく、操縦士には 体格の制限が設けられている。パイロットは男女共通で1 5 8センチメートル以上とする国が多く、軍隊では操縦席が狭い戦闘機を想定し1 9 0センチメートル以下という制限も設けていることが多い。これはアメリカ軍がパイロットの採用基準とする62インチ約1 5 7 5センチメートルから75インチ。 1> 約1 9 0 5センチメートルという成人男性の平均身長を基にした基準をそのまま使っているためである。アメリカ軍は多くの国の軍にも影響を与える存在であり、自衛隊では自衛官や防衛大学校の採用基準が男子1 5 5センチメートル以上、女子1 5 0センチメートル以上であるが、操縦士候補生である航空学生のみ、男女共通で、 1 5 8トル以上、1 9 0トル以下、としている。航空機メーカーでは、ボーイングやロッキード・マーティンなど組用機、民間機の量市場で、業界標準を主導するアメリカの企業が多く、他国のメーカーでもこの基準に倣うことが多い。法律面でも多くの国の航空機関は、連邦航空局の基準を参考にしており、航空業界では、民間は、 62インチ以上、軍は62インチ以上、75インチ以下が事実上の標準となっている。なお、第二次世界大戦までは、メーカーは自国の成人男性の平均身長を基準に設計していたため、零式艦上戦闘機のように当時の日本人男性の平均身長に合わせた結果、アメリカの成人男性では、ラダーペダルが踏み込めないサイズとなり、 飛行ささせせるるために座席をななどの改造が必要な機体も多い。客室乗務員は会社ごとに異なるが、航空機に搭載される座席や救命胴衣などが、62インチ以上の基準となっていることが多いため、概ね62インチ前後である。例としては、シンガポール航空、日本航空は158センチメートル、ユナイテッド航空は152.4センチメートルと、 なっている。韓国では大海航空をはじめ多くが162センチメートル以上としており他国のものより厳格である。韓国の国家人権委員会はこの身長制限は合理的な理由がなく差別であるとして2008年に是正勧告を行っているが2014年時点で大韓航空女性乗務員以外の会は廃止している。2015年には 大韓航空の女性乗務員の募集要項から身長制限が廃止された。宇宙開発初期には宇宙飛行士の多くが空軍パイロットであったため NASA の基準も軍の基準62インチから75インチで採用された人間に合わせた設計となり民間出身者が増えた現在でも訓練で使用する練習機やシミュレーターなどは過去の基準で作られているため 政権がそのまま引き継がれている。日本では JAXA の規定は 149cm 以上、193cm 以下という独自基準だったが、2008年度の募集から NASA や多くの宇宙機関で使われるアメリカ軍の基準 158cm 以上、190cm 以下に変更している。さらに、船外活動では、 宇宙服のサイズの関係で 165cm 以上が必要とされる。スーパーモデルやブランドのコレクションショーなどに出演するモデルは通常 175cm 以上の高身長である。雑誌に関しては体のバランスが良ければ特別な身長の高さは求められないが 170cm 前後を満たしているモデルが多い。また雑誌、CM のモデルなどには カメラの前での動きの良さや、いわゆるフォトジェニックであることも要求される。日本国外において、いわゆるハイファッションの仕事をこなすモデルたちは、ほとんどの場合これらの条件をクリアしている。多くのスポーツでは、身長が高いことが有利に働く。特に、バレーボール、バスケットボールなど高さを要求するスポーツでその、傾向が顕著である。サッカーなど他の競技でも、リーチや、 打点の高さなどの面で調子が利点となる。大相撲では新弟子検査の項目に身長があり、基準に満たないものは入門することができない。柔道やボクシングなどの格闘技では体重別に階級があるため、無差別級を除き、身長もある程度近い選手同士が対戦することになる。身長の低い選手の活躍を場を増やすため、 バレーボールでは全日本バレーボール小学生大会第1回大会1981年から公営専門の選手を配置する特別ルールバックセンター固定性が取り入れられ後に国際ルールとしてリベロが制定されたこのほか活躍しやすいポジションとしてサッカーでは FW や MF に時折見られるフェンシングでは身長やリーチの差を 瞬発力が補う場合があるという。同じく武具を使用して、一撃で勝敗につながる競技剣道は不明。一方で、身長が高いことが不利に働く競技も少なからず存在する。競馬や競艇やモータースポーツなど、動物や乗り物に乗る競技ではこの傾向が顕著である。可能な限り体重を落とす必要があるため、身長が低い競技者が有利となり、長身は 圧倒的に不利になる。また、乗り物によってはあまりにも超新であると、操縦席に体が収まらない事態を生じる場合があり、結果としてその乗り物を使用する競技への死亡を断念しなければならなくなる場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。